オカルト宗教の学び方してたなっていう出来事があって、僕カメラを新しくしたんですけど、その昔の一眼レフがあって、それをずっと使ってたんですけど、なんか使い勝手が悪くて、で、カメラマンさんに東京に行った際に、カメラ写真を撮ってもらった、プロフィール写真を撮ってもらったんですけど、その方から、ライブ配信です。その方がライブ配信を毎朝されてるんですけど、めちゃくちゃ、画質が綺麗なんですね。で、それ何のカメラ使ってるんですかと聞いて、で、その方が、いろいろ教えてくださって、うわ、ありがとうございますって言って、そしたら、なんならなんかいろいろ送りましょうかって言われたんで、URL とか参考に。で、あ、送ってくださいって言ったんです。で、その方から、Amazon の URL とかカメラのやつですね。あと、レンズはこれがいいですよみたいな、わーって送られてきて、わ、もう僕それすぐ買ったんですよ。何も判断せずに。そしたら、今日朝準備してたんですけど、これ思ったのと違うしってなっちゃって。で、まさしく僕がこのオカルト宗教の学び方、人が信じられるかどうかで、自分で判断せずに、学んでたな。っていうのに気がついて、これ皆さんにね、お伝えするように、ここに書いてたんですけど、僕自身がハマってたなっていうのをすごく今日朝感じました。なので皆さんも、この学び方についてもですね、気をつけられてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、ですね、オカルト宗教の学び方の一番下に、ある時理想だったズッチにがっかりし学ぶ意欲が寄せる危険があります。アンチになるのはこのタイプの方ですってことで、コーチングの、学び方というか、コーチングの学びにこんなものがあるんですね。チャット欄に書きますね。何かというと、投影ってやつです。上げる影で投影って書くんですけど、こうアンチになる方のタイプってこういう方が多くて、僕が今学んでる人間心理学センターピースで言うと、感情コンポジットモデルって言いますね。これ2つ何かっていうと、投影って何かっていうと、相手に理想の自分を映していたり、相手に自分の過去の体験を映してるんですよね。これを分かりやすく言うと、感情コンポジットモデルで、これは何かっていうと、マイナス感情を感じた時の90%は過去の体験を追体験してるっていうことが言われてます。だから、例えば、このある時理想だったズッチーにがっかりし、学ぶ意欲が失せる危険があります。アンチになるのはこのタイプの方ですっていうのが、まさにここに当てはまっていて、例えば女性であったら、理想の彼氏を僕に投影してたり、先生であったら、理想の先生を僕に投影してたりっていうことがあるんですね。だから、理想のズッチーじゃなくなったら、その人にとってのコインの裏と表でと一緒でもうひっくり返っちゃう。あんだけこう没入していたのに次はアンチになっちゃうってことがあるのがこのオカルト宗教の学び方。人が信じられるか信じられるかで没入しちゃうってことなので、おすすめは役立ち基準の学び方っていうことでおすすめしています。で、学校の学び方って何かっていうと、情報が正しいかどうかっていうことなので、正解かどうかすごく判断するんですよね。でも、正解を握りしめたら握りしめた分だけ、自分が正しいことを学んだと思うと、他人を否定するようになります。これは僕のすごく体験で、僕が小学校の先生になった時に、いろんな勉強をして、正しい勉強をして、いっぱい知識を身につけたんですよね。でもに、自分が知識を身につけて正しいことをたくさん学べば学ぶほど、それを否定というか、じゃあ学んでない人、を見たときにすごく嫌悪したりするんですよね。これが、学校の学び方の欠点で、正しくない人を見たときにすごく嫌悪するっていうことがあります。で、その時に他人を否定するので、結果的に自分が苦しくなっちゃうってことがあるので、おすすめは役立ち基準の学び方です。で、役立ち基準の学び方って何かっていうと、どれぐらい役立つかっていうことで見ていっていただけたらなというふうに思っています。で、このどれだけ役立つかってことなんですけど、どれだけしっくりくるかってところで学んでいってもらいたいと思います。で、自分の人生の中で取り入れられたり、自分がデコボコちゃん、デコボコさんと関わるときに取り入れられる、役立ち基準っていうところで、どれぐらいしっくりできて安心できるか、ここがポイントです。
過去にメンターの方とか本とかで学んだことと、このマナスクで学んだことと違うところがもしかしたらあるかもしれないですけど、その時は質問していただけると、理解が深まりますので、その時は、言ってもらったらなというふうに思います。YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。川津先生です。ご質問やご感想がある方は、公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。